駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、今日も書いてます、日本懐かし中英ゲーム財源でーす。でね、今回は神奈川県在住の GC4283 のねリクエストでね、こちらのダブルアタックを100連で遊んでみたいと思います。ね、ちょっと前にね、このダブルアタック、このねガイドプレートをつけたってね改造動画出しましたけど、100連はねまだやってなかったんでちょうどよかったですね。でね、まあ100連やってみて何回やったのか楽しみでありますよね。じゃあね、10円玉100枚用意しました。早速ねチャレンジスタートしましょう。いやー、今回はねリクエストにお答えしました。じゃあね、1回目、そう、わお、早いな。まあこの前ね、お、のっからない。この前国取りの100年やった時は1時間かかりましたけど、これは、ね、わ、早いから20分かかんないんじゃないかな。もしかすると15分もかかるのかな。おお、あっけな。よしよし、乗っかない。おお、なんかね、このガイドプレートがついてから上がりやすいですね。上がりやすいんだけど、まあこの前ね、今回のね100連リクエストを受けたな GC4283 のね、遊びに来てね、これ遊んでましたけど、これ改造前はね、これカーンって当たって上がんないことがあったんだけど、このガイドプレートをつけたらね、あの上がりやすくなったってことでね、まあストレスなく上がるようになったってことで、まあ面白くなったって言ってましたけどね、まあ、面白いというより何ていうのかな、まあストレスなく遊べるっていう、じゃあ100連やったらどうですかみたいな感じでね、動画のリクエストをもらったって感じですね。もう結構10回以上やってもまだ当たんないというね。ああ、そうそう、あとね100連やったらこっちの左上ゴールも入るんじゃないかっていうねことも言ってました。お、ああダメか、ほぼほぼ上がるな。よし、んで、乗っかった。よーし、やっと1回目。お、ゴール1回目。30点券ゲット、やりましたよ、GC4283。ねえ。あ、来ます。一応ね、動画のリクエストはね、駄菓子屋ゲーム博物館店頭で受け付けてますんでね。ああダメか、これ20回目。わあ、20回で1回か。これだと100回やっても5回当たるか。まあでもね、これポッタってところ乗っかない。でね、もともとこれまあサクサク終わるゲームだったんだけど、これがねついたからさらにもうあっさりしすぎないってね、聞いたんですよ。そしたら、いやまあ一発台だからそんなもんでいいじゃないですかみたいな感じで、あ、そうなんだみたいな。美少年おじさんにも感想を聞いたら、やっぱりそんなに何て言うかな、ストレスなく遊べるようになって、わあ惜しい。やっぱ今までこれねカーンって当たってたのがね、カーンって思い出してたけどね、あの橋本カーンナちゃんもねカーンって当たってね NG4 連発しましたからね。よし、
乗っかんないか。カーンとね、ね、足元カーンなちゃんに引っかかってるんですよね。今日ね、2回行って解説しました。はあ、で30回か。早いな。分かんなかったな。ああ。よし。わあ。よし。ああ、ダメか。絶妙なタイミングだな。お。乗っかんないか。まだ左上ゴール入らないな。よし、乗っかれ。ああ、ダメか。おお、珍しい。あれ？おお、粘ったのに。40回目。おお。40回終わりました。ちょっと終わっちゃった。乗っかんないか。落っこっちゃった。よし、乗っかった。2回目。おっ、入店ゲット、やりました。うん、おいし、あれ、今止まりそうになった。よし、乗っかんないか。あ、タイミング計らってないからかな。これ折り返し50回。よし、取った。乗っかんないか。あ、50回終わりました。かなりハイペースですね。ということでね、これで51回目。あと3回ぐらいゴールしたいな。全般2回だったんで、タイミング張らず適当に打ってるからかな。どのタイミングがいいんだろう。待って、よし、乗っかんないか。これ60回目。よし、乗っかる。よし、やりました。3回目。3回目、20点ゲット、やりました。わあ、ちょうど60回目か。うん、やっぱ5回ぐらいかな。どうだろう。
というのもまだこの左上ゴールが入ってない。おお。よし。乗っかれ。今の乗っかってもよかったんじゃない？よし。うわあ。ダメか。70回目。よし、通った。いや、ほんの惜しかったな。今の70回終わって残り30回、あと2回いけるか。うわ、難しいな。よし、乗っかれ。よし、4回目。4回目、20点ゲットをやりました。いや、やっぱ目標の5回まであと一発か。270円あるから、あともう1回ぐらいいきそう、うん、これで目標達成できればまあいいでしょう。目標いけるか。よし、ダメか。せめて目標達成。乗っかんないか。うわぁ、はやっ。うわ、あと22回か。よし、乗っかんない。今のギリ乗っかんなかった。80回目。粘る。もちろん、ああ、80回終わりました。あと20回か。20回でもう1回出るかな。せめて目標達成。釘に絡むとタイミングがずれる。しかも足が痛い。よし、6回。よし、やりました。目標達成5回。おっ、しかも目標を達成して、なんと赤剣50点ゲットやりました。とりあえずね、これで目標を達成しました。いや、全般ね、全般折り返して2回しかゴールしなくて、じゃあ後半の目標とりあえずじゃあ3枚入れて、トータル5回っていうことでね、なんと150円残して目標達成。じゃあね、この150円で記録をどれくらい残せるか。ちょっと150あれば、あともう1回入れたいな。もう一回入る。同じか。おっ、2連続はなしか。もう一回いけるかな。よし、よっ。惜しい。これ90回目、残り11回か。
よし、うんで乗っからないか。わあ、ラスト10枚。もう一回はきついか。このね、このガーって10円入れた時の振動で落ちちゃうんですよね。残り9回。ダメか。よし、お、いけるか。よし、やりました。6回目、目標達成プラス1。なんと後半4回も当たりました。いやー、まあまあこれでね、かなり、あと70円か。まあ一応ね、結構目標プラス1いったんで、なかなか上出来じゃないでしょうか。あ、そっか、左上ゴールがまだだな。いけるか。あと4回。うわあ、ダメだ。あと2回。わあ、ラスト1回ね。優秀の美を飾れるか。結構ね、なんだっけ、前回ホームランキングでもね、優秀の美を飾れるかって感じでやったら優秀の美を飾ったんだけど、結構あれからプレッシャーになっちゃいましたね。結構ね、なんか、直接駄菓子屋ゲーム博物館に遊びに来たお客さんから、いや、ラスト決めてやっぱ持ってますねみたいなことを言われて、いや、結構プレッシャーなんだよねみたいな話したんだけどね。今回はラスト決められるかね。駄菓子屋ゲーム博物館、ゲームがうまいで通ってる館長なんでね、これを決めたらすごいんだけど、なかなかでもね、それ結構ね、大変なのよ。さあ、行きます、ラスト。ラストはタイミングを見て。よし、おお。まあ、そう簡単にはね、まあでもラストね、こう通っただけでも、まあまあ上出来じゃないですかね。ということでね、今回100連やってみて、なんと、ゴールはね、6回ってことだね。まあ内訳言うと全般2回で後半4回なんでね、まあまあね、個人的な目標は達成できてね、目標はね、5回ゴールをね、目標にしたんですけど、なんと6回、目標を超えて6回なんで、まあまあ上出来じゃないですかね。点数的には、160点。まあまあね、これだけ楽しんでね、160点、まあいい感じじゃないですかね。ということでね、今回はね、神奈川県在住の、GC4283 のね、リクエストでね、ダブルアタック100連やってました。ゴール6回ということでね、まあ皆さんもね、駄菓子屋ゲーム博物館とか来たらね、ダブルアタック100連チャレンジしてみてね、この私のね、この6回を超えられるかどうか、検証してみていかがでしょうか。ということでね、今回の動画ね、面白かったね、グッドボタンお願いします。それでは、バイなら、ラナイバ。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バーイ。